ユータロスチャンネル始まるよ。皆様こんばんは。ユータロスチャンネルのパパです。ママです、うん、携帯の方で唐突に撮影が始まったんですけど、うん、そうだね。結構県内新潟市を中心に有名なクレープ屋さんがあって、うん、マーメイドカフェ、うん、あの聞いたことないですけど、ウォロクの方に来てたよ。そこで今日ちょっとクレープを頼んでみました。とりあえずこれが100個頼んでるな。チョコバナナ、はい、クリーム、はい、だね。はい、キビたちの分も合わせて、うん、2個、はい、そう、これ見てください。まあこっちいろいろいちごのとかいちごとバナナ、うん、1個俺、ね、あの店員の、まあ、お姉さん、代表のお姉さんに、ね、あの1個わがまま言ったんですよ、ね、あの本日のお姉さんのおすすめを作ってくださいって一番困りますって言われたんですけど、うん、もうなんとか本日のお姉さんおすすめお願いします、はい、って言ったところ、はい、見てください。じゃじゃーん。これ、ね、あのいちごのでかさ、これがまあとりあえずこれも大きいいちごなんですよ。うん、そうだね。ノーマルのいちごとは全然比べ物にならない。スカイベリーって言ってたよね、はい、うん、スカイベリーっていうなんかいちごみたいで超でかいんですよね、これ、うんうんうん、これをふんだんに持ってもらってお姉さんともゆっくり話したりなんだりって作ってもらいました。そうですね。ここのクレープ超うまいんですよ。ね、美味しい、はい、うん、で、俺はあの糖質制限してるんでちょっと食べれないんですけど、ね、そうそう、君たちも食べてもらいましょうっていうことで、そうする、そうするね、でかいんですよ。お姉さんよく、俺がわがまま言ったから、うん、このクレープ名は、うん、わがままクレープという名前で言ってました。わがままクレープできました、うん、って感じで、はい、そんな感じで、今回ちょっと唐突にそうだね、携帯で撮影で新潟市で、美味しいクレープ、うん、はい、マーメイドカフェが美味しいです、うん、移動販売、そうだね、ワゴンでね、移動販売して、ね、結構、新潟市のウォロク、うん、回ってる感じ、ほんと気さくなお姉さん、綺麗な、綺麗なお姉さん、はい、マーメイドカフェでわがままパフェをマグレープ、グレープ、はい、はい、もう一回気を取り直して、はい、2回目です。今回は新潟市のウォルトメイケ店で、はい、マーメイドカフェ、はい、わがままクレープ、はい、作ってもらいました。やった、はい、先ほどの続きです。はい、家に帰ってきました、はい、開封詳しく、これは、うん、王道のチョコバナナっていうのかな。そうだね、チョコバナナクリームかな、はい、あんまクレープなんてハイカラのものを食べないんで、はい、これ2つ目、はい、で、これ、これも一緒同じかな、うん、はい、じゃん、スカイベリーすごい、大きいよね、はい、スカイベリーとバナナが入ってるって言ってたかな。そうだね、はい、このクレープいちごバナナ、はい、はい、で、はい、メインディッシュ、はい、ほい、これこれです。パパが無理言って、はい、俺が無理言って頼んだおすすめを作ってください。はい、今日のおすすめ、うんうん、本日のおすすめのクレープ1個お願いします、うん、って言って作ってもらったんで、うん、ちょっといちごの形も結構違うんですよ、うん、でもまあこれはね、一緒なやつだ、ね、はい、一緒のスカイベリーだと思うんですけど、うん、でけんすよ、ほんとに重さが違う、ね、うん、重い重い、かなり重いんだって、うん、それになんかいろいろ、リンゴかな、でもルレクチェも、ルレ、あ、ルレクチェだ、うん、新潟市南区旧白根の名産の、うん、そうだね、ルレクチェって洋梨、うん、だと思います、これはね、はい、いろいろこう詰めてくれてね、結構本当気さくなお姉さんで、うん、フルーツでね、入れてくださいって言って、はいはい、お任せしますって言ったら作ってくれたよね、作ってくれた、1個、1個お任せで、ね、これはメニューに載ってる商品で、ね、それはね、はい、ね、こっちは本当にこれだけは、うん、本当
メニューにないお任せで、ね、わがままクレープ俺のわがままを聞いてもらったクレープを作ってもらったんでぜひあの概要欄の方にお店の Facebook とかその URL とかお店の紹介とかそういうの名前とか貼りたいと思うんでぜひ行って食べてみても良いと思います。食べてみてください。はい、あ、もううちは結構いい回数食ってるね。いたら結構もう、はい、見つけたら食べるよ、はい、まあ、魚六とか結構多いんでいろんなこの近間のアイスアリーナとかでイベントしたりとか、うん、いろいろやったり、うん、はい、やってるんで、うん、LINE とかもあったり、うん、Facebook とかもあったり、それでチェックしてみてください、はい、ぜひ皆さん一度、はい、食べてみて、うん、俺みたいにわがままクレープ一つお願いしますなんて言うとあれみたいな感じで作ってくれるかもしれません。そうですね、はい、今日はこの感じと、はい、シビたちとママのポンと私、はい、私この一番スペシャル、はい、パパはちょっとあの糖尿病なんで、うん、ちょっと軽く食べるぐらいで、そうだね、ちょっと全部は食べれないですけど、うん、ちょっとみんなから少しずつもらう的な感じで食べれるんでこんな感じの動画です、はい、じゃあ、また次回いろんな動画を上げたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。